どうもポネポネです。本日この通りもんじゃ焼きかりん深谷店、埼玉県深谷市、電車の音が聞こえましたね。埼玉県深谷市 JR 深谷駅から降りてすぐ、もんじゃ焼きかりん、こちらの方にお邪魔させていただきます。それでは行ってきます。どうもポネポネです。昔懐かしい思い出の味、深谷もんじゃ、これがポネポネが一番推してる世界一のもんじゃです。ちょっともんじゃ焼きって見た目があれなんだけど、とりあえず映すね。こういう感じで、土手とか作らないのよ一切、ただ広げて食べる。これがさ、うまいからさ、ちょっと周りお客様やっぱり繁盛しちゃってるから、お客様いっぱいうまいから来てるからさ、ちょっとこねこねが食べてみますんで、これで一気にいって起きて、これめちゃくちゃ暑いから、いただきます。おいしい、これおい順次うまい。深谷もんじゃって本当は醤油を入れるのよ。だけどこねこねやっぱり酔っ払ってて間違えてソース入れちゃったの。ソースの深谷もんじゃ食べてみます。ソースも美味しい、これ。というわけで、世界一のもんじゃ焼き、カリン、ぜひお越しくださいませ。5月20周年です。よろしくお願いします。ということで本日は、埼玉県深谷市、JR 深谷駅北口すぐ近くのもんじゃ焼き、ちょっとうるさいんですけど、今から2022年1回黙ろうか。で、2022年5月でカリンは20周年を迎えます。イエーイ。というわけでお客様たちを紹介します。イエーイ。映ってる？イエーイ。こんな感じで頑張っていきます。もんじゃ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 、世界に1個しかない唯一の味、深谷もんじゃ、ぜひお楽しみください。いや、テレイゲルどうもポネポネです。というわけでもんじゃ焼きかりんいただいてきました。めちゃうま世界一のもんじゃ焼き、埼玉県深谷市、深谷もんじゃっていう世界でもここにしかない唯一の美味しいもんじゃ焼き、ポネポネチャンネルに登録していただいて、その画面を店主に見せると最初のワンドリンクがなんと半額になります。5月で20周年、ぜひ埼玉県深谷市 JR 深谷駅の目の前、北口すぐ、もんじゃ焼きかりんにお越しください。どうもありがとうございます。ポネポネでした。イエーイ。海のタイミングでいいよ。もう撮ってる。こちらなんですか。顔が映ってねえよ。こちらなんですけど、何ですかこれ、切り干し、違うね、漬物ないんですか。たくあんじゃない。あ、たくあん、ね、たくあんですね。これ地芸です。天下が食べてくれました。食べてみます。たくあんです。いただきます。おいしい、これ待ってるだけで、これ田舎の味って感じで酒粕してみます。おいしい。